皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。昨日のスパーク、お聞きになりましたか昨日は、レオとシュントが登場する回で、二人が今年の夏のフェスに向けて、意気込みや楽しみなことなどを語っていまして、それもすごく、こちらもワクワクするような内容だったんですけれども、今日は、私はその話ではなくて、昨日のスパークの中で流れた一曲目の曲、 について着目をしてお話ししていきたいと思います。昨日のスパークの1曲目の曲、何が流れたかっていうのは皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか実は、ケンザ390さんの楽曲が流れたんですね。で、このケンザ390さんっていうのが今ちょっと話題になってらっしゃる方でして、えー、どういう話題になっているかというと、 日本テレビのミュージックブラッドの中で新たなボーイズグループを作る企画、がんばれけんちゃんというコーナーが放送開始になったんですが、このがんばれけんちゃんの企画を、えー、プロデュースしているのが、けんざ390さんなんですね。で、えっと、具体的にお話しすると、けんざ390さんが、プロデュース101ジャパンシーズン2の 脱落者の中から5人を選出して新たなグループのプロデュースを行うという企画です。はい、来ました。プロデュースワ101 Japan s e a s 2です。ここから生まれたグループがあの INI とオクトパスですよね。最近 BE:FIRST ともとても一緒にコラボレーションなどをして話題になっている INI。 それから先日の MTV ライブマッチで共演を果たしたオクトパス、この2グループを生み出した通称日部2この惜しくもメンバーになれなかった方たちの中から5人を選んで新たなグループを作るという企画が今始まっていますはいそしてこの企画が先日放送された時に 5人の候補者のうちの最初の1人目が先日の放送の中で発表されたんですが、それが安江陸くんというメンバーなんですね。で、この安江陸くんっていうのが、なんと BMSG にも応募していたそうなんです。で、BMSG に応募してスカイハイさんから直接メールで一緒にやりましょうというようなお返事が来たというのをこの番組の中で 話をししていましたもともとスカイハイさんが「日ップ2」のオーディションをやっていた時にゲスト出演をして安江陸くんのことをすごく褒めてたらしいんですね。ラップがとっても伸びる子だと思いますというようなことをお話ししていたということだったのでスカイハイさんはこの安江くんの,の素質を見抜いていたんだと思うんですが、まあ、そういうお話もあったというようなこの裏話 が、ミュージックブラッドの中で。皆さんに公になったということですよね？で、これはあの公になったっていうことにすごく意味がある,あるなと私は思ってまして。あのまあこの裏話ということで、あの伏せておくことももちろんできたと思うんですが、なぜこれを公にしたのかなって思うと、やっぱり今後 bmsg と。 この新しくできるグループっていうのはあの INI と BEFIRST みたいな関係でいろいろと一緒にコラボレーションをしたり盟友のような形で進んでいくっていうような意思表示なんじゃないかなというふうに勝手に解釈をしておりますミュージックブラッドってすごく BMSG と あの、密接な関係がある番組だなっていうふうに思ってまして、今年の4月あたりだと、本当に毎週誰かしら BMSG のメンバーが出てるようなことが続いていましたよね。スカイハイさんの回だったり、コアくんの回だったり、b ファーストの回だったり、The Next Up という次世代のアーティストを紹介するコーナーでは、ショータ、アイルザショータ だだっったたりりエディボーイだったり確か大気も出てたような気がするんですがそういった BMSG のアーティストたちにスポットを当て,た当てて紹介してくださるようなコーナーもありましたなのでやっぱりこの「ミュージックブラッドの中でえー、っと剣座390さんが作る新たなグループ という企画の中で、あえてスカイハイさんという名前を出してきたりするあたりっていうのは、やっぱり今後いろんなことが起こるんではないかなと、個人的に楽しみにしています。で、あの、元々の話に戻るんですが、スパークの中で流れる曲っていうのは、ちょっとあの、匂わせも含まれてたりすることもあるんですよね。で、な、何かというと、例えば今年の3月には、 両機が NCT127 の楽曲を流ししたりもしてました。で、その1ヶ月後くらいにあの映画「ハイ・アンド・ロー」で、えー、っと共演するというような話がバンと出てきたりもしていましたのできっとこの「スパーク」で「けんざ390」さんの楽曲を流したっていうことは今後に対する何かの暗示なのではないかなというふうに個人的に思っています。 まあ、もちろん今後新しくできるグループと BE:FIRST が直接何かコラボレーションしていくかどうかっていうのはまだ分かりません。どちらかというともしかしたら BMSG の中で次に今年できるんではないかと言われている次のグループとの盟友関係みたいになっていくのかもしれませんが BMSG とこの剣座390さんが作る新しいグループの行方は とっても注目していきたいなというふうに個人的に思いましたので今日はお話をさせていただきましたどうもありがとうございました追っかけ情報局リコでした